7月27日の夜に最大流入量は毎秒6万立方メートルに達する見込みであると報じました実際今年7月2日の長江洪水第1号の最大流入量は毎秒5万3000立方メートル7月17日の洪水第2号の最大流入量は毎秒5万5000立方メートルで洪水第3号はさらに深刻なものとなっています 水門局はすでに長江上流の寸灘区間と三峡貯水池に黄色警報を発し、同時に引き続き道帝国域、波陽国域、水洋構築などに大々色警報、金佐港赤湖港区間と貯下洪水に黄色警報、慶江川区間に青色警報を発しました。水理部が発表した洪水情報では三峡貯水池は 発生の可能性がある大洪水に備える準備として事前に十分な要領を空けておくべきだと強調しワイガ流域と太古流域の現在の水位をできるだけ早く下げるためにも放流をさらに増やすよう要求しました推理専門家は今年の長江流域の洪水は1998年の洪水と酷似しており 過剰な洪水への対処能力の欠如が超高流域の治水の主な矛盾であることに変わりはないと示しました7月24日午前7時三峡貯水池の放出量は毎秒4万5600立方メートルに達し今年の新記録となりましたあるネットユーザーは三峡ダムは洪水放出のために排水口を9個開いた状況下で 三峡貯水池の水位が1 5 8 8 8ルにまで低下したと推算しました厚生省安徽省を犠牲にした後七7月26日のネット上の情報によると武漢青山大橋の水門が開かれ長江の水が武漢に入ったため広範囲に浸水され洋々たる水をたたえましたあるネットユーザーの分析によると洪水第3号に備え 三峡ダムは洪水放出量をさらに大きくする可能性がありますそうなると武漢の長江の水位は必ず膨張し素早く保証水位を超え武漢全体が犠牲になってしまいますよって洪水を分流させるため武漢の一部の都市部が犠牲とされる可能性があります ワイガと長江のたため安基礁は繰り返しし洪水災害を受けてきました安基礁合皮庫に近い倉庫は水位が高止まりしており湖岸の堤防の多くが決壊し周辺の町は氾濫区域となっていますさらにショートの合皮市も免れることができませんでした倉庫に近い貧困形状は水深が1メートルから2メートルの洪水に見舞われました コ,コミュニティは湖の中の家となり倉庫体育館も水の中に浸されていますネットユーザーが投稿した動画では7月20日と7月24日の安徽省合皮市六王県の水没状況が比較されていました水がどんどん深くなっているのがわかります今年の洪水災害が終わるのはまだまだ先のようです 中国ででは食食糧危機に備えた食品の輸出出禁止命令が出ているようです。習近平氏が雲隠れしてから20日後の7月22日に姿を現しましたが洪水災害の深刻な南部に視察に行ったのではなく大陸の作物生産地域である東北部に位置する吉林省紙幣市李樹県に赴きました。 ラジオフリーアジアは、周氏が作物生産地域を視察したことは、中国で食糧危機が潜んでいることを表していると指摘しました。報道では、今年の6月から暴雨や洪水が発生し、当月の収穫はほぼありませんでした。今回、周氏が吉林省を視察しに行ったのは、下半期の東北部の食物生産量を確認するためです。 最近中共内部の人間が大紀元に吐露した話では中央はすでに食料やすべての食品関係の商品を輸出禁止にする指示を下しいつ解除するかは改めて通知するそうですまた大紀元が把握している状況として最近少なくとも大陸から香港に発送された食品関連の荷物が厳しい規制を受けています 順疱エクスプレスなどの中国の物流会社は香港に送られる食品関連の荷物やさらに茶葉類までをも規制していますさらに大陸の雲南省と広東省の市民は大紀元に対し真空パックに入れたハムなどの食品関連の物品はすでに発送できない 疫病や水害で輸送できないと説明されたが最近まで問題なかったと吐露しました民間ではかねてより疫病の後は飢饉という言い方がありますが今年の大陸は疫病だけでなくまれに見る水害や公害に遭い食料問題は大いに注視されています今年は中共肺炎や洪水バッタの大群襲来 食料生産量の異変など災害が立て続けに発生しています毎回食料危機の時中共は穀物倉庫を徹底的に調査し始め各地の穀物倉庫は悪事の証拠を消すため続けざまに出荷します水害や疫病の中で大陸の真実の食料事情が注目を浴びています 米国によるヒューストンの中共領事館閉鎖に対する報復として中共は生徒の米国領事館の閉鎖を発表しました生徒市民のリー氏は多くの市民が領事館の前で見ており当局は私服警官もたくさん配備し緊迫していた警官は彼らが米国領事館を支援することを特に心配しており警官は彼らを追い払い続け 撮影を見つけるとすぐに阻止し削除を要求したといいますまた現場では顔認証システムが使用され彼の友人は反体制派であるとすぐに認識され警察署に連行され携帯電話にある全ての写真を削除されました中国にある多くの領事館の中で中共が生徒の領事館を閉鎖した理由と 今後のこの領事館の閉鎖による進展が注目されています。聖都の米国領事館は1985年に設立されました。領事館は四川、雲南、紀州、チベット、重慶で構成され、これらの領域には1960年代に中共によって建設された戦争の可能性の低い内陸で三線建設と呼ばれている軍事産業や原子力産業など 多くの関連産業が含まれていますワシントンの中国問題の専門家である石蔵山氏は成都米国領事館は西部地域でのチベット問題と軍事展開について特に懸念していると述べました成都の米国領事館を閉鎖するという中共の選択はチベット情報の漏洩を減少し中共の参戦建設の軍事プロジェクトの暴露確率を減らせます 7月21日中共の米国大使である蔡天外氏は CCTV のインタビューで中国と米国の間には対話さえないと明かしましたまた両国関係がますます間違った方向にずれないよう最善を尽くさなければならないとも述べています中共の懸念は決して過剰ではありません 米国は現在状況をエスカレートさせて主導権を獲得するためにあえて刺激を与えています同時にポンペオ長官は共産党の消滅宣言に関するスピーチで何度も台湾に言及し過去数十年間米国による台湾への疎遠化は誤った外交戦略だったと述べました時事評論家の唐青源氏は 米国が中共との外交関係を断ち切った場合直ちに台湾を承認し台湾との外交関係を樹立するだろうと述べました EU は加盟国からファーウェイを排除し米英に追従するようですイギリスがファーウェイ危機の排除を加速するという発表に引き続きフランスも2028年までに危機を徐々に排除すると示しました 7月24日 EU は加盟国に 5G 機器の多様化に向けて直ちに行動を取る必要があるとし今後欧州でののファーウェイの規模を縮小しますある EU の役員は徐々に排除することで供給業者にもたらす高リスクと規定外のコストが欧州全体で推し進めている 5G ネットワークを破壊することはないとし またフィンランドのノキア社とスウェーデンのエリクソン社で需要に対応できると示しました7月22日ロイター通信は消息筋の話を引用しフランスは2028年までに段階的にファーウェイを禁止すると示しましたさらに消息筋は経営業はファーウェイ危機器に投資するリスクを背負うことは難しくなるとし 3年の権限を与えるということはきっぱり断るということだと指摘しました実際は段階的な方式でファーウェイを2028年までにフランスからすべて排除します報道ではフランス政府はファーウェイ機器に3年から5年の権限を付与し欧州の通信機器メーカーエリクソンとノキアの権限は8年となっています 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相绝对唔会放弃，我哋嘅坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋嘅新闻，我系 Sack，下次再同大家见面。